ホームでの連勝を狙う島根佐野マジック。さあティップオフです。ブルーのユニフォーム島根佐野マジックの攻撃でゲームが始まりました。フルス対決に燃える杉浦自らのショット、これ決めました。ファーストショットフルス対決ですね。今日はホームの島根がしっかりと渋谷の出だしのさあスティールところをついていってさあここまでは3対0です。島根が3点リード。いやトラビスフローターショットですね。柔らかいショットを決めましたトラビスです。まだ渋谷得点がありません。ニカ強引に来ました。決まりました。そうですね、渋谷タイムアウトですね。はい、キックアウト田渡り、島根ボールです。一気に行く島根、フローター決めた。素晴らしいですね、島根選手。トラビスです。決まりました。決まりましたね。トラビスも粘って最後ニカにつなぐ。もう一度さあ試合再開です。14対10、渋谷は4点を追いかけます。ここもボールが少し乱れてしまった。島根はどう対応するか。外少し前に出た白浜決めました。いいですね。今のもうまいジャブフェイクからのピックアンドロールでビフォード前に出てミドルショットを決めていきます。今のもうまくピックアンドロールで小坂選手の味方の回り込むようなスネークラインで、スネークドリブルでかわしていきましたね。残り1分を切りました。第1クォーターリードしてここもミドルショット、山下決まりました。いいですね、落ち着いていますね。ただこのショットオフェンスリバウンドをニカが取ります。そして出ました。ニカ選手強いですね。ピックアンドロールで中に駆け上がってキックアウトですが、ここもボールは島根に変わります。いいリフレクション、手に引っ掛けていきましたね。1点差まで詰めた渋谷です。マカドゥもここ強引にサイドいきますが、今度は島根が守ります。ニカ選手のブロックショットですね。そして一気にいった。そしてバスケットカウント。いいですね。でついていったことで、はい、そうですね、いい速攻が生まれましたね。見事なバスケットカウント。点差はわずかに2点です。スティール仕掛けますが、これは島根ボールです。キープしている。そしてミドルショットが決まっている。いい、ね、一気にいった広瀬ですが、ブロックショット。杉浦選手すごいブロック出ましたね。広瀬そのまま自ら行きました。ブロックを仕掛けるニカということの阿部のショット、オフェンスリバウンド飛び込んだニカ。そしてバスケットカウント。強いですね。さすがに今渋谷は一気に後ろからこう飛び込んできましたね。やはり飛ばれて高さが出てしまうと、このリバウンド、ディフェンスリバウンド取っていきたいところですが、ここスティール、阿部。素晴らしいスティールですね。そしてもう一度山下のスリーポイント、これは決まった。2本目決めましたね。島根はその中の攻撃の展開はどうか。ただ抜けていった阿部亮。ただマッチアップ渡辺が厳しくつきますが、そこを抜けてニカにつないだ。いいですね。見事な得点です。ハンドオフと見せかけてトラビス自らショットに持ち込みました。これを決めます。この個人技でなんとか決めていきましたね。スティール仕掛けますが抜けたトラビス、ここもトラビスが叩き込みます。ここは前がかりになった渋谷のディフェンスの裏をうまく取れましたね。はい、ジャクソンの強さはある。山内が中に入ってマカドに繋ごうというところ、島根がボールを奪います。渋谷ゾーンですね。はい、もう2-3のゾーン、インサイド、これはなんとか入りました。決めましたね。なんとか渋谷も一気に行きたいところですが、柔らかいフローターは落ちます。そしてここから速いのが島根。いいですね。序盤こそ渋谷の厳しいディフェンスが見られましたが、まだ島根が少し抜けていく形になりそうですか。はい、ビエラは外回るアタックをすることもできるが、ここはトラビスにつなぐ。自らのショットになった。決めます。硬いですね。
そしてビフォード一気に来ました。ボールはこぼれたがトラビスが拾って得点につなげました。石井から今度はジャクソンにつないで、さあ島根ボールです。これはファウル、バスケットカウント。素晴らしい動きですね。このスピード、このパワーです。ここはもう森澤選手もファウル覚悟で次に得点差詰めましたね、はい、わずか1点差です。ここも島根はトラビスでいきます。いやー、うまいですね、フローターショット、はい、反対側大きくつなぎました。ここもいいアシスト。いやー、いいですね。これは島根盛り上がりますね。少し変形させてたんですが、うまく対応されてしまいましたね。ギャップを疲れてアシスト、はい、ですね、その後小坂選手の何を選択してくるか。北川が自ら行きました。ドライブインですが、オフェンスリバウンドでバスケットカウント。トラビス選手の強さ出ましたね。その前の北川選手のアタックの選択も非常に良かったと思いますね、はい、オフェンスリバウンド。さあ、このまた強靭なインサイド陣が、そしてこのスピード、島根一気に来た、阿部につながって、これもカバーしたトラビスです。トラビスのオフェンスですね。8点差になりました。渋谷は守りたい。ただ島根、外、北川が決めた。北川選手もよく入れましたね。木村も今シーズンは特別指定としての期間、今日で終了ということになりますが、最後の試合、素晴らしいプレー。ただそこに対してのお返し、リプレーです。ここはあの島根のオフェンス、この手前ですね。ピックアンドロールでベンドラメは野口につないで、ここはインサイドですが、阿部がしっかりカットした。いい反応ですね。そしてトラビスは外のショットを選択で、これを沈めてきた。大きいですね、今のはビュフォード選手が、阿部がここはドライブイン、自らこぼれ球を拾ったトラビス。トラビス選手いいですね。少し足にアクシデントも見られたジャクソンもまたコートで躍進しますが、ビューフォード選手が助けてくれないですね。そこまで上げてないですけど、こういったディフェンスのところですね、大きな壁が立ちはだかる。自分たちの、はい、ポジション使いたいですね。ショットクロックは10秒を切りました。この場面でビューフォードから中野阿部につないで得点決まった。いいプレーですね。小坂選手のスクリーンのかけ方、そしてその使い方、ビューフォード選手の使い方、少し急がなければならない。埋まりますが、ここもビュフォードがカットして、島根ボールになりました。いいルーズですね。ただうまく、島根が逃げて、結果的に島根はしっかり時間を使った上での得点になりました。ね、うまくプレッシャーリリースできましたね、はい、このオフェンスが決まると勝負ありになるかもしれないですね。しっかりと時間も使った上で、ビュフォードのミドルショットが決まった。ダメ押しの一発。昨日は強豪渋谷に対してオーバータイムの末勝利をつかみ取り、さあ今日の第2戦も見事な勝利。島根としては途中非常に渋谷のプレッシャーディフェンスに苦しんで危ない場面もあったんですが、はい、まあ、その中でこのトラビス選手の得点を中心に、はい、チームで最後まで、得点力で渋谷を打ちのめしましたね、はい、ホームのファンの皆さんに対して、この松江ホームの会場での今シーズン初めてとなる同一カード連勝を見事達成です。島根スサノオマジック。